じゃあ半分。ここはワルシャワのセントラル駅です。まあ中央駅ですね。なぜか寿司って書いてありますけどね。その前にバス停がありますね。バスはこう長いですね。なんか2車両を連結した感じで、その前になんか変わった建物があって、でマックなんかが入ってます。あと H&M みたいなお洋服屋さんとか入ってますね。それからぐるっと行くと文化科学宮殿という、スターリン時代に建てられたという建物が、立派な建物があります。それからあとはこう割と低い建物が並んでる感じですね。とってもいい天気です。